皆さんこんばんは6月10日水曜日日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です当番組は二千人委員会友の会協賛広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしておりますキャスターの八重高ですキャスターの島袋智文ですよろしくお願いしますはい。 あのもうすでにあのです、ね、新聞とかネットニュースとかで見てご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが依田敬儀さんがあの逮捕の報道がありましてでこちらですねあの私たちもこの報道の情報以上のことをちょっとまだ入ってきておりませんので私たちの方からお伝えすることができる状況ではございませんので,で後ほどですねあの本社の方の番組の方で お話があるかと思いますので、そちらをちょっと今後あの参考にと言いますか、あの情報を追っていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、でそれではですね、あの島黒さん、うん、今月初っていうか、そうですね。もう <laughs> 今月初って言ってももう十日経ってるんですけども、はい、でコロナのの影響で自粛してたじゃないですか。はい、そのそれもちょっと会議されて徐々に徐々に街に人が 入ってってるのかなみたいな言ってるのかなっていう印象なんです。どうですか、下黒さんはどっか解除されて行かれたとかあります？一応居酒屋をですね。はい。あのちょっとこのメンバーメンメンメンバーっていうか。あ、知り合いの方。そうですね。居酒屋を三名で一応行きました。大勢人数では行かないで三名でですね。はい、ちょまあ結構これぐらいは話してから、まあ、座って、まあ、乾杯とかやってですね。やっぱり一応。 飲んだ翌日はちょっとやっぱすぐ熱測りました、ね、ちょっと体調をやっぱりあの崩してないかなとか思いながらやっぱまだ警戒なんかお酒やっぱ飲みに行ってもやっぱり怖いではありますねやっぱこれだけのやっぱ報道だから、うん、報道というよりか、まあ、これだけの,あの世界中を大騒ぎさせたコロナウイルスですから、まあ、正直まだ怖いではありますねわかりました一応僕もす、ねあのまあ、昨日なんですけども。 友人とカラオケ行ったたりしたんですね<ー>そしたらカラオケって室内なのでこのビニールが真ん中にパサッてられてその状態で友人なのになんかビニール越しなので<ー>友人が「どうしたのどうしたの?」ってなんか犯罪者が捕まったかなのようなーカーにカラオケ屋の部屋にされててこれでなんか犯罪者がいる冥界みたいなのが遊びするから<ー>穴が開いてないだろう丸の穴開いてないだろうって。<laughs> <laughs> お前やっただろみたいな <laughs> そんな感じのとおだったんですけども <laughs>、まあ、まあこんなあの、ね、今くだらない話をしましたけども、まあ、こんなふうにちょっとずつちょっとずつ、ね、外に行くようになってきてであの経済があの、ね、困ってる方とかもいると思いますのでちょっとずつ余裕があるというかちょっとずつ出てあのお店を支えてあげてそうしないと結果的に お店が潰れたらその関係の人たち困ったりもしますのでみんなでいっぱいいけとは言いませんがちょっとずつ行ってみんなで支え合っていきましょうそうですね、はい、経済を回していかんといけないですよねそうそうです回す意味合いでやっていきましょう本日のテーマの紹介をさせていいいたただきたいと思いますは石垣市議会あざめいに尖閣しようへ改正道路交通法成立あおり運転厳罰化へ。 不法、拉致被害者遺族、横田茂さん死去。白人と黒人の対立を煽る政治勢力。沖縄県議選、議席現で、オール沖縄足元揺らぐ。はい、あの本日はこの内容で行っていきたいと思います。はい、で、いつもあの、私冒頭で尖閣のお話し,しているので。はい、で、こちらで、あのいつもの数と、あの、記事の紹介をしていきたいなと思いまして、まず、先に記事の紹介。 えっと、6月6日土曜日の、まあ「沖縄タイムスの長官ででも一応大きく尖閣のあざめ変更提案へ石垣氏議会で可決見通しっていうまあ一応この「沖縄タイムスも一応まあ大きく報道してまあ一応なんかこのコメンテーターがこんなしてやったら石垣氏がこうやって。 あの名前とか変更をすれば中国とかまあ台湾からまあそういうなんか反発の声が高まるんじゃないかというふうにまあ言ってますね。でこちら八重山日報ですけどこちらの記事は読ませていただきたいと思います6月7日日曜日です、ね、の新聞で「安倍政権の軌道修正対中政策で米国よりへ」 尖閣諸島のあざ変更石垣氏が尖閣諸島のあざ名を殿城から殿城尖閣に変更する議案を市議会に提案する八重山日報は尖閣市に詳しい長崎純真大学大の石井望准教授にあざ名変更の意義を聞いた石井先生ですね。 尖閣へのあざめ改正案についてどう見るか、もともとこの改正案は平成29年12月の石垣市議会で上程される見込みだった、しかし11月に産経新聞の報道により、それが明らかになると、市は結局、市議会への提案を取りやめた、首相官邸から議案を取り下げる要請があった可能性が高い。 今回は中山義隆市長が明確に表明したのだから官邸にも根回し済みだろう。さまざまな形跡から見ても安倍晋三政権が尖閣防衛トランプ米大統領よりへわずかに軌道修正したことを示している。それだけで国策の軌道修正と言えるのか言える今年の時系列から見れば明白だ。 5月8日尖閣領海内で漁船が追尾された。これまでにも追尾は繰り返されていたが。海上保安庁は今度初めて公表した。不公平から公表という変化だ。5月15日安倍首相は桜井よしこ氏のし。し法、手法するですか。主,主催、主催です。主催する言論テレビで。 尖閣には圧倒的措置を行っていると発言した。これまでにない表現だ。はい、はい、ありがとうございます。えっと、実は言うと。ここにも、琉球新報さんで、本日のものなんですけれども。ここに、ここにもちょっと。塗ってはいるんですよ。尖閣、あざめ、変更へってことで。22二日可決見通しってことで、なっておりますので。まあ、もう、そのまま、突っ走って。 解決ししててもらえるとと嬉いいなっていうところですね,、はい、でですねまた、ちょっと続いて尖閣選追尾で映像公開検討へということで書いてまして先ほど下子さんが読んでくれた記事にもあったんですけど追尾されたって話があってでそれに対しての,このその時の状況の映像があってこれ今検討してますよっていうことですのでぜひあの公開してほしいなと思います。はいでですねあの いつもあの私たちが番組始めるときに紹介しているあの件数のお話がありますねああそちらもちょっと見直していきたいなと思いましてじゃあちょっと画面切り替えていただいてもらってよろしいでしょうか、はい、まず4月の分からあの見てもらうんですけれどもさかのぼってです、ね、実は4月の14日から実は接続水域に入っておりましてああ4月の8日ですよねあの追尾されたのああそうです、そうです、はい、追尾されたのはこの8日の4隻の件ですね。ああ で一応ってって<ー>接続水域は毎日入っていてで5月も入っていて5月の8日9日また8日に来てますね。で6月の分なんですけどもであの本日は10日なんですけどもこの撮影のタイミングとこの更新されたタイミングがずれがありましてそれでちょっとおとといまでのものしかないんですけども。 それでも8日また8日です、ね、8日に来てるんですなんか8という数字意味があるんですかねなんかあるんでしょうね、うん、あのね中国共産党のラッキーナンバーとかー <laughs> なんかあるんでしょうかっていうところなんですけども了解審判してますからね、うん、でですねあのこの今毎月あのこの下側にある数値があります、ね、これをまとめたものがありますのでちょっと出しますねこちら1月が接続席は20 7日26日302831日,日,日っていう形で日数がありますで延べ数も989010192114ん,んかもうほぼ100に近い状態をやっててそれをさらに超えたっていう形ですで了解侵入は2日2日1日2日3日ってそのようにあんまりお日数は多くはないけれども 確実にでこちら表うになるんですけど上が接続水域下が領海侵入の水値になるんですけどもこれを見ていただくと結構目で見た方が分かりやすい方もいるので一応見ていただけたらなと思います。でちなみになんですけども今年の接続水域の入った日付が142日で延べ495です。 ああこんなに来てるんですね。うん、そんなに来てます。で両回侵入が10カでで両回侵入の侵入数が36隻となります。はい。こんなようにちょっとマイナスそうです。やっぱりこの沖縄県人もやっぱり日本国民もそうとは思うんですけど、やっぱり意識が、はい、意識意識がやっぱりあんまり尖閣は遠いから。 うん、ああんんまり意識ががいってなとところがあると思うんですよだから今回選挙とかでも選挙区のことにも触れなかった方々もとっても多かったと思うんですけどそうです、ね、だけどやっぱ選挙のこと時にも演説で選挙区のことも出したりすればどんどんやっぱり相手の耳にも入っていくんじゃないのかなこう粘り強くですねいつまでも選挙のことも触れないっていうことをしていれば。 一一生生わかからないい状態一生というか、まあ、意識がです、ねうん、ずっとわからないんじゃないのかなって、まあ、もちろん沖縄のテレビとかはやらないわけであってそんなに、まあ、今回沖縄タイムスやっぱり大きく取り上げてはいるんですけど、まあ、沖縄タイムスの報道では、まあそうですね、取材では中山義孝市長は、まあ、この尖閣のあざめ変更,変更ということでなんか行政上の手続きを効率化するためっていうことでまあ 取材に答えてるみたいなんですけどまた石井先生は石井先生で、まあ、今回はあのトランプ大統領そうです、ね、中国寄りから、まあ、トランプ側に軌道修正したんじゃないのかなっていうことでですねやっぱりあの国際的に見てもあのしょっちゅう中国がやっぱ来てるっていうことでみんな国際的から見ても「あ尖閣本当中国のじゃないか」とか思ってる国とかもやっぱいるもしかしたらいると思うんですよ。 歴史上の地図歴史がこのやっぱ尖閣これから見れば、まあ、昔からあの沖縄のものっていうことになってるんですよ沖縄の領土っていうことになってはいるんですけど、うん、今やっぱり中国が毎日来ることによってああ本当中国のだったんじゃないのかって勘違いやってるからやっぱりこうやって名前を変えることによって、まあ、ちょっと強く出たって言ったらあれですけど、まあ、明確にしたっていう部分もあるんじゃないのかなと思ってますね。この そうね、日本の領土ですよっていう,そう,そ,うそうなんですよね、はい、このようにあのちゃんと主張するっていうことはととても大切なことでですすよねねそうですねやはりもう自分もこのやっぱ本でもやっぱ何度も申し上げてきて今,今いるんですけどまあ、これからもこの本からいろいろ申し上げていくつもりであるんですけどあ,あのやはりあのこの中国の領土になったことは一度もないんですよ。で上陸のの記録もない、うん、過去に、うん、日本人の方が、うん 上陸の記録もあるんですよ。最後の記録として、うん、まあ中国は記録が残ってないんですよね？自分たちが上陸しましたよ。とか言っても記録として残ってないんですよ。だからそういうのもあって。だから、この間のあの福建省の殺風子の鎮。魂があの日本に琉球に渡る時もやはり琉球から案内人が来ていたということで、あの尖閣諸島を見てあ創業所って教えてもらったっていう。名前も教えてもらってますから。航路で。 だからまあそれだけまあ中国はそこまで尖閣のことも全然意識してなかったということもこれ証拠としてまあ当時の中国人の官僚からですねお前たち嘘つくなというのが証拠として上がっているわけなんですよね、まあ、だから一応その辺は証拠なのでこれはだから皆さん一応また自分もあのお伝えしていきたいと思います。そうですねすいません、はい ありがとうございます。いや、ちょっとお時間の関係で次のテーマに参りたいと思います。はいはい、はい、次のテーマに参ります。改正道路交通法成立、煽り運転厳罰化へ。はい。この煽り運転って去年一昨年ぐらいあの大きく高速道路で問題が起こってそれで徐々にもうねあの社会的注目があってあ<ー>それでついに国会も動いて。 法律が変わって,い,ってい,い,方向いい方向かどうかはまだ、ね、今後欠点が出てくるかもしれませんかわ分からないんですけども変わってきているなという感じでまずこの企業を紹介しましょうかね琉球新報さんの本日のものもになります、はい、自転車煽り運転規定改正道路道交法施行令14歳以上違反2回で講習。 産業日からマナー改善へってことになっております政府は九日煽り運転の違反点数などを定めた改正改正道交法施行令を閣議決定した他の車両を妨害する目的で必要にベルを鳴らすなど自転車の煽り運転を危険行為と規定し三年以内に二回違反した重要裁業に安全講習を義務化自動車はドライバーだけではなく 人の貸した同業者らも免許取り消しで再取得は最低2年間できないということで,でこの図のようなものもありますちょっと口頭で言うより見ていただいた方がわかりやすいのかなっていう絵になっておりますこのように不要な急ブレーキとかビルを鳴らすのはやめてくださいねってことで書いてます、はい、でででこれは新聞の紹介だったんですけどネット版をちょっと紹介ちょっとお待ちくださいねネット、はい こちら毎日新聞さんの,あの昨日の6月9日の記事になりますあおり運転免許再取得できない最低は期間は最低2年に改正道交法を30日施行ということでこれで書いておりまして一応ドライバーでというか書いていてでちゃんとここにあおり運転の違反で免許を取り消されるということで。 施例は違反点数を25点とし免許を再取得できない結核期間を2年としたこれは5キリットル中0 2 5ラム以上のアルコールが検出された酒気日運転と同じで違反歴が積み重なっている場合の期間は最大5年となるということでさらにあの細かくありますのでこちらちょっとね 細かい内容ですので見てですね,でですね、えー、このようなポスこれ毎日新聞さんのもので記事であったんですけど今日チラシとしては警察庁提供ということで警察庁の方からもチラシでこのように紹介されておりますのでもしあの気になるなってことは方は警察庁の方とかで確認されてもいいのかなと思っております。下手なな情情報報よりもこういった正式な情報を 確認していただけたらなと思います。はい。で、下子さん、あのー。三十日からマナー改善へということで、なってるんですけど。ああ沖縄って。車社会じゃないですか。ああどうですか。この。交通ルールとかを周りを見ていると。ね、ああ一応沖縄、結構あの交通マナーがですね。悪いなあって感じる時もありますね。うんうん、自分も煽り運転みたいなされたことあるんですよ。うん、これはですね。 まあ、か片側は一車線ってなるんですかねあっちから来てこっちから来るで一車線なんですけど前車がですね前の車がオジーオーバーが乗ってて遅かったんですよはいだけど自分もだから遅く走るじゃないですか、はい、だけど後ろの車は関係ないんですよずっと1キロぐらいかなずっとピークラクション鳴らされてからですねずっとピーピーピーでサイドミラーで見たら女性が乗っ女性なんですよね 「うん、やばいだろ」うとかもう本当に行かれ,れてるんじゃないかと思うぐらいずっとクラクションそうですねもう 1km 近く鳴らされてましたねで,でちょうど自分左に曲がることがあってこの人がバーって前に来たもんですから見たらやっぱり女性の方がでしたねあのずっとクラクション鳴らしてましたね確かに前の車があまりにも遅い時はどうした,どう,したどういう対応をした方がいいのかなっていうのは まあ追い越し車線追い越し車線があるところだったらもちろん追い越ししてもいいんですけどまあなんか難しいところですね前の車が相当遅かかったら場合とか、うん、こ,この相手がた例えば立ち止まってて気が付いてなかったりしたら、うん、クラフション鳴らして危険を知らせてあげるっていうのは<ー>もしかしたら必要かもしれないっていうのもありますしでもあの運転しててあ、まあ、走ってたってことは相手の この運動神経の問題とかで、うん、その人はそれでしか運転できないっていうこともありえますので,そ,です、ね、それを煽り形になってしまうので、うん、そこは考えどころかなとは思います、ね、だからこの女性をずっとパー,パー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 ってずっと鳴らしている状態でしたから、うん、ちょっとまあ精神的に病んでたのかなとは思いましたけど、うん、もしくは本当に例えばですよトイレ行きたくて、まあ、トイレもう我慢してるんだ早く行ってくれって思ってる方も、うん、中にはいると思うんですよ。僕トイレが近いいのので、薬のせいで薬せよく。 行ってしい早く行ってほしいって思いながら<ー>運転する時あるのでもうそういった人も,いいのかなもうそうですねやっぱりもうトイレは我慢しないでやっぱりもう出す時に出しとくっていう決めておいた方がいいですよねこれはうん <laughs> いやいや運転中に行きたくなるっていうことです,す、まあまあ、ガソリンスタンドに行ったらトイレ行きたくなくても無理にでも行っとこうかなとかあまあ、まあまあ、それでできればいいんですけどもね,ね、うん、急に我慢できなくなることもありますのでまあ そういった人もいるかもしれないと思って、優しい気持ちであの譲り合ってやっていくのが一番いいのかなっていう感じがしますね。はい。で、ちょっと時間の関係で次のテーマにいってもよろしいでしょうか。はい、次のテーマに参ります。不法拉致被害者遺族横田茂さん死去。はい。あのもう長年あの北朝鮮によるあの拉致被害者 いう方がおりましてで、よく一番っていうほど有名なではないかなと思うんですけども、ね、横田めぐみさんの,あのお父様である横田茂さんが亡くなられましたよっていうことでいうお話になるんですけども、それが木々としてのこちらなんですけども、はい、琉球新報さんの本日の木々ではあるんですけども、ちょっと待ってください。ここですねこうか ラキ問題解決二人三脚で頑張ってきたさ紀江さん夫たたえ横田茂さん死去質疑に見つめの写真北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさん失踪当時13歳です、ね、の母で5日に夫の茂さんを亡くした早紀さんが9日東京都内で記者会見をした二人三脚で頑張ってきた。 振り返り思い残すことがないほど全身全霊で活動に打ち込んでいた強い意志を持っていたとすみませんちょっとあ、拉致ですね拉致問題に解決に向けて向けた戦闘に立って奮闘した夫を称えた、はい、すみませんちょっとすみませんたまに僕文字が見えなくなるとやるんですよ1997年に拉致された きょっとこれでは書かれていないんですけどもいつ拉致されたかは何十年ずっと追いかけてきてますからね、うん、そうです、ね、もう家族からするともう犯罪に巻き込まれたっていうところですからね本当に家族としては安倍首相もこの拉致問題を解決するっていうのをあの選挙前にはなんか一番一番なんかこの辺を主張してたらしいではあるみたいなんですけど結局のところは。 まあ今何もな,くない状態ですよね何も解決もされてないし、うん、で日本国民もやっぱりこの拉致問題に対してはですねもっと本当に強く自分のやっぱ娘がさらわれたりしたら絶対に一日たりともやっぱ眠る眠れないじゃない眠れないんじゃないかなと思うんです自分たちの兄弟がさらわれたとか、うん、だったやっぱりだから日本国民もですねやっぱりこの北朝鮮に対してとかでそういう いいう意味でではないんですけどやっぱりこうやって犯罪を起こしているところですからもう強くですねおかしいだろうって本当自分たち一人一人人がやっぱ思わんといいけないですよね国会、うん、を動かすぐらいも県沖縄県もこの拉致問題に対してはあにあ何もなんか言わないじゃないですか沖縄,この沖縄の新聞も。うん、で今回この横田茂さんが亡くなられたのことはですね日韓のスポーツ新聞に大きく書かれてたから。 大きく取り上げられてたからこの辺は一応はあのやっぱ新聞も大きく取り上げてるんだなと思ったんですけどそうですね、ああはい、このそうですね悔しさっていうのを、うん、やっぱりこのこ他人事じゃないです、もうやっぱり一人一人ですね、悔しい気持ちを持ってほしいなっては思いますよ、ねうん。そうですね、この、はい、もうの何十年もそうじゃないですか。っていうことでやはり ご家族の方がご高齢になってきていると、はい、いう問題もありましてで一番身近で感じる家族がもうこの世に亡くなられていくあの時代になってきてしまっているそしたら誰がこれを訴えていくのって言った時に本当はあの私たちの世代ももっと言うべきですけどもでも私たちの世代は家族が巻き込まれてないから分からない身近に感じない、ね、だから言わないみたいな、はい、ところもあるので意 ね、僕も衝撃な話あの私が体験したわけではないのであの横田さんご夫婦の気持ちを代弁することはできません衝撃な話ですけどもそれに寄り添う形であのお話ができればいいのかなって僕たちのも、ね、できる範囲のことをまずしていくっていうのを心がけていけたらいいのかなと思っています、はい、でおまけにこの何十年で追いかけてきて一度ですね 特定失踪者という形で歴史された方々が帰ってきたことがありますよねあの時は安倍首相が当時ああ官房長官,官,房官として対応してやっていたっていうのもあってだから余計あの問題解決に,にねかかりたかったのかなっていうやっぱ身近で見ているからこそ思ったのかなと思いますしでもだからといって今あの問題解決してないからおかしいんじゃないかっていう方々もいるんですけども交渉っていうのはどうしても相手がいる問題なんですね。 だからいくら僕例えばですよ僕と島袋さんで話をしていて島袋さんここ改善してくださいって言ったとしても島袋さんはそこを正しいと思ってたらうん変えないよってなるじゃないですかそうですね、うん、それと一緒でもう相手が、うん、自分は正しいと思ってたらどんなに言っても変わることはないんですよだからもうそれでもうどうしようかってなってるところなのかなと思うんですねでも国民としししてては解決してほしい そうですねっやっぱり国民がや一人一人がもうこの問題をやっぱ大きく思わないといけないっていうのは、うん、そうですね切りも積もれば山となるですからうそうですね、うん、もう重く受け止めないといけないですよねこれそうみんなで一人一人あの手をつないでっていう表現もできますし輪になってあのみんなで考えていこうっていうところもありますだからよくあの沖縄の政治家がよくピョンヤンに入った よく北朝鮮の人たちと仲がよくしてるっていう聞いたことあるんですよ。あそういういい人もいることですね、うん、で一応自分たちはやっぱこの政治家たちははっきり言ったら何をやってるのかっては思いますねしょっちゅうこの平壌とか北朝鮮の人たちと仲良くしてるんだったらこういうやっぱ拉致問題解決にですねもうちょっとでもあの尽くしてほしいなと思いますね。うん、本当に、はい、そうですねやはり この問題っていうのは一国だけの話ではなく違う海外の国でもあったとかいう話もありますしで沖縄ってこんな盛り上がってないですけども実は特殊特定失踪者つまり拉致被害者ではないかと言われた方々が結構いらっしゃるというお話もありますので実は表に出ていないだけで結構いらっしゃると言われております。なのののでその辺はちょっと人数の方も私も私把握 ちょっと覚えてないので答えられないんですけれども、そういった情報もありますので、あの気になる方はぜひあの今一度これをきっかけにっていうのもなんですが、あの見ていただけたらなと思います。はい、じゃちょっとお時間の間に次のテーマに参りたいと思います。白人と黒人の対立を煽る政治勢力。はい、次はですね、あの日本国内ではないんですけども、ちょっとアメリカの方であの最近。 連日ニュースになってる件なんですけれどもまずこの読み上げるわけではないんですけど、ね、軽く見てみてだくとうちの大仏の見は8日版なんですけども1万人デモ米首都っていうことで限界かで抗議の行進最大規模トランプ氏敵対心あらわということでこのような暴動をデモって言いながら略奪とかが起こるようなあのデモを 虐殺行為とか起こって暴動になっているということで。あの新しい記事があの本日付けのものがあね、それからちょっと読んでもらいましょうか。はい、今日東日の琉球新報ですね。はい。トランプ氏支持急落三十八パーセントデモ拡大。再選戦略影響も。で記事を読みます。ワシントン共同米中西部。 ミネソタ州で起きた白人警官による黒人男性暴行し事件を受け、全米に広がった人種差別抗議デモに強硬姿勢を示したトランプ大統領の支持率が急落した、与党・共和党重心も11月の大統領選での不支持を表明、新型コロナウイルス感染拡大に続く失策で、再選戦略に影響が出る可能性もある、野党・民主党の大統領候補、 指名が確定したバイデン前副大統領との支持率の差も拡大焦るトランプ氏は景気回復を狙うとともに民主党への攻撃を続け湿地挽回に躍起だ米 CNN テレビの8日 8, 8日発の全米世論調査では支持は事件前の前回5月から7ポイント下落して38% 不支持は57%に上った、運動員示唆やデモ敵視を繰り返したトランプ氏の敵対応を有害とした65%に上り、機運を読み違えたとの指摘も出ている。 他社の世論調査でも軒並み支持率は下落しているバイデン氏との対決を想定した CNN の調査では41%の支持にとどまり55%のバイデン氏に14インポイントの差をつけられた去年4月以降の同調査では最大の差となったはい、ありがとうございます<あ>ちょっと読みずにくいあ<ー>ところもあると思うんですけどすやはりちょっと海外のもの絡むとカタカナが多くて 読みづらいんですよね。ね <laughs> よくわかります。僕も髪髪なのでわ <laughs> かります。あのだからこの支持率がやっぱりこの今回の件で一気にあの下がったらしいですよね。うん、そうですね。このまずそもそもコロナ自体はトランプ大統領は悪くないと思うんですよ。うん、あそうです、ね。もっともっとも病気気なので、ね、運ばれてきたものなので。でこのね確かに。 あの殺人をすることはよくないことなんですけどもそれであのデモをするあのそれはもう自己卑怯だと思うのである程度仕方ないと思うんですよでもそれをに乗っかって略奪だったり犯罪行為を犯すそれは違うのかなと思いますしそれをあの、ね、軍を動員するっていうのはやはり警察では手に負えないでも国民は守らないといけないってなったら軍を 出すのも一つの手だと思うんですねだから軍語を出すことが悪いんじゃなくてそれをどう使うかとかどう捉えるかっていうところなのかなとは思いましたねこのデモはやっぱりいいようにあの略奪も起きてるっていうのはもう略奪は略奪とかあんまり批判的な目では見られてないんですかねただ黒人白人の白人警察官が黒人を殺してしまったっていう暴行してしまったっていうのだけが、うん 大きく取り上げられていますけど、うん、一応やなんていうんですかまあもちろん差別は当たり前はもちろん当たり前はよくはないんですけど、うん、これが白人と白人犯罪者も白人でこの警察官も白人同士のまあこういうことで亡くなってしまったってなった場合は、まあ、ここまでのデモは起きてないわけですよね。そそうでででですすすねねののの可能性の方が高いいよ、ねうん、だからここ黒人難しいところであるんですけど まあこういうなんか差別、差別って言って確かにこれを悪いよ警察官当たり前悪いですよやりすぎですよ、これやりすぎだけどこれをなんか政治的な運動にですね使っているのはもうこれ明白じゃないですかなぜかとこのバイデン氏の支持率も上がってるしトランプ大統領支持率が下がってますからねまあそういった意味でもちょっとやっぱりあのですねここののやっぱりこの差別 差別っていうのも一応ほんよくないですけどこれを利用するこの政治団体っていうのもやっぱりそうですね。うん、そうあの下黒さんもねやはり思うと思うんですけど差別ってよくないですけどもでも世の中には区別という言葉もありまして今言ってくださったように白人同士だったらどうだったのっていうようにそのポジショントークというかものもありますしまた たたまたまアメリカの場合はコロナで亡くなった方が黒人の方が多いらしいんですね。でなぜかというとあの低収入の方々が多くな,くなってているる言われてるんですね黒<あ>人だから低収入の仕事をやらされているだからかかっただから良くないんだみたいな風潮もあったりもう不満がたまっているところできっかけとしてなってしまったっていう側面もあるのかなって思います。 でおまけにまだコロナが完全に就職収束してないのにこれをやるってことは一気にまた広がる可能性があり得ますので<ー>気持ちは、ね、そりゃね差別は良くないっていう気持ち分かるんですけどもそれでさあその後これで何か問題起こるのかどうなのかっていうまで発展させてあのやらないといけないのかなっていうところですね。 やっぱりこの世界中やっぱコロナの自粛のまあおかげで、うん、やっぱりなんかみんな精神的に不安定不安定な状態が続いているような感じにも見えますね、うん。そうですね。やっぱりそこにつけ込む人っているんですよ。あ,<ー>あのよく言われるのが震災とかそんなところで不安になってるところで宗教団体が出てくるんですよ。<ー>なぜかというと心の寄りどころですよってやることによって相手はそっちに寄っちゃうんですよ。まさにそれと同じでみんな弱ってるところでほら。 これでやってやろうぜって言われたらそうだそうだって今なって動いてる状態です。なんか心が不安定な時ってね強い相手がいるとそこに耐えき合うのでやっぱりそこを付け込まれたのかなっていう方々もいるのかなと思っています。なんか結構強面な方々がねあのー、賛同してたりとかあ<ー>まあそれは意見なのでダメとは言いません。ただただそれが本当に。 どうつながっていくのか、自分が目的としているところにつながっているのかどうなのかっていう方向性まで見てって言わないと後からお前は例えば犯罪者の団体に協力してたんだよなのにお前はそれに対して何も言わないのかって言われる可能性もあるわけですよだからこのその団体がどうやって行動して何を目的にしているのか犯罪をしていないのかっていうのも踏まえて話しないと。 あな,たあなたもその犯罪者の集団の一員として見なされますよっていうのを気をつけましょう、ま <laughs> ずだからこの差別、差別っていうこの裏側にはやっぱりもっと闇がなんかやっぱり隠れてますね、うん、隠れてるやっぱ沖縄の人もやっぱり本土の人に差別されてるとかいう方もいるじゃないですか。うんはい 一応自分たちはあの家庭家庭って言ったらおじいなんかも、うん、おじいちゃんがあの海軍だったんですけどあ、はい、海軍で海軍の時はです、ね、差別は一切されなかったみたいですねうちの親父がよく言ってたんですけど、うんまあ、だから差別される人はですね差別,される差別ではなくて何かお教えられて何かお,しお前違うよみたいな感じだったのかなとも思ってはいるんですよ、まあ。例えば酒飲んで暴力的だったとか まあ、ちょやっぱりちょっとした非とかもあるんじゃないのかなと思ってますね、この完全に差別が悪い、悪いまあ、確かに悪いことではありますけど、うん、なんかもっとな、なんか人にとって捉え方がですね違うんじゃないか、うんあ、ありがとう、教えてもらってありがとうという方もいれば、あいつに差別されたなという、やっぱり解釈の仕方もやっぱり人によって違うと思いますので、うんうん、この辺はですね、もう本当に、ちょっともうちょっと自分たちも、まあ、勉強してですね、 その差別に対ししててはままたたちょっととコメントを出いいいき思すやはり何事も捉え方で例えば勉強をやってたとしますその勉強をやってるときに人が教えてくれましたでこれは教えてもらったって恩を感じる人もいればせっかく1人で集中して勉強したのにしゃしゃり出てきたっていう捉え方をする人もいるんですよこのように同じ状況でも捉え方次第で良くも悪くも取れますので本当にどうなのかっていう裏表を見ましょう。はい で、ちょっと時間かけて、次のテーマに参りたいと思います。はい、はい、次のテーマ、沖縄県議選。議席減でオール沖縄足元揺らぐ。はい。はい、で。今週の日曜日、はい、県議選がありまして。で、その結果が出て。で、それに対しての記事が出ておりますので、ちょっとご紹介したいなと思います。こちら、あ、昨日の6月9日。 火曜日、琉球新報さんのもので「オール沖縄足元揺らぐ」「地事のてこ入れ不発」「内部の溝もあらわに」ということで「県政与党」ということで書いてあるんですけどもちょっと下げますよね県議選の大勢が判明した8日未明玉木デニー知事の表議は険しかった与党が議席を減らし 野党が議席を伸ばした原因を問われると力なく語った選挙前に予想していたこととはかなり状況が違っていた自身の県政運営に対して中間評価と位置づけられていた今県議選玉木議は与党勢力の過半数支出に紛争した与党は沖縄市区を含む国頭郡 宜野湾市、宮古,市あ宮古島市です、ね、の4選挙区を重点地区に位置づけ、積極的に知事を応援に招くなどの手こ入れを図ったが、沖縄市区の玉置満氏のほか、宜野湾市の島切り、南城区のなどで計4名の現職が落選。ちょっとこちらで集合をさせていただきます。 このようにあの思ったほどオール沖縄が議席取れなかったよっていうことなんですね。そうですこの玉木満って方も、うん、芸能人元芸能人ですよねそうですね芸能人で何回何期も勤めてる方ですよねまた県議会も、うん、県議もでこういうか、まあ、結構大物的な方じゃないですかそうです、ね、こういう野党じゃない県政与党のですね大物的な方が落選するということはですねやはりあの。 このオール沖縄側の力のなさ力のなさというよりか一応自分はですねはっきり言ったら、まあ、こんなして大きくやっぱ沖縄タイムスは取り上げてますよね<ー>自分はですねこのなんかいかにも維持しましたよという感じではあるんですけどはっきり言ったら首里城も, <laughs> もう消失させて談合疑惑もありましたよね、はい、でとんこりで誰の対応でもあの1万頭あまり豚を差、まあ、し,してるわけであって。 全然、一応はそれに対してもマスコミがやっぱり報道しないから県民が分,分からない方が多,多い中でこれだけ本当にやっぱりマスコミに救われたな玉城県政はと思ってますね、うん、実力としては全く本当にマスコミをちょっと叩ければ叩いていればもっと急落はしてた可能性はもう何て言うんですかね。このまたた議席が減っっことによって あの議を出すことによって一つしか議席差がなくなるというお話もありますので<ー>やはりこの与党側の方にあの溝がもっと深まればこの沖縄県政では野党になる自民党とかと意見が合う方が出てきたりしてひっくり返る可能性も自分あり得るというまあ自分が新聞記者だったら玉城県政大手ってかい、大手かけられるって返し<ー>てたかもしれないですね。 リー,チリーチかけられたみたみいな <laughs> そろそろ首一歩手前みたいな、ね、表現ですか、うん、そんなふうにも捉える状況ではあるということを考えていただいてでまたこの入れってていいう表現してるじゃないですか、はい、つまり自分の足元を守りたいつまり、ね、自分の利権を守りたいだけなのかなとかもなんか変な深読みもしてしまったりとか。 するのかなみたいな手こ入れって言い方がんかしっくりこないんですよね僕の中で<ー>ちょっとどう表現していいかわからないんですけどもなんかずっと引っかかっておりましてやっぱいろいろな物事に対してやっぱ責任を取る姿勢が玉置憲政は見られないので、うん、やっぱどんどんやっぱ追求してですねもうあと2年後にはもうちょっとあの降りるような形に <laughs> なってほしいではありますね。 任期満了で、そのまま、ご対応願ででね、買う形で,、ねはい、で。やっぱり宜野湾市、あの移設先の、移設先の宜野湾市では、あの、この。県政、県政野党に当たる方々の、が、まあ、四名のうち。まあ、三名当選し、三名じゃ、二人当選して。一人は県政与党ですよね。宜野湾市は、結構、あの、この与党の勢力っていうのは。強いなと思いましたね。この。まあ、又吉正義さんが。あ、そうですね。<あ>うん おりますね、やはりあの身近な問題だからこそよく見てるっていうこともあると思うんですね。うん、オール沖縄のせいで移転し早くしないじゃねえかって恨み節の人も正直いると思うんですよ。でも反対にいや確かに移動してほしいけどさ埋め立てはよくないよねって思ってる方もいると思うんですよ宜野湾でも、うん。だから人それぞれなのでまあ絶対こっちがいいとは 言い切るのは正しくはないけどもいろいろな見方をして自分の正義といいますか自分の気持ちに正直に投票した結果なのかなとは思いますしで今回は投票率がかなり低いということですので完全な民家と言われるとうーんみたいなところもあるで、まあ、今回いいところといえばですねあの保守系の票というのはです、ねまあ、自分が聞いている中では。 保守系の票は投票率が上がったときにこの自民党も結構有利になるって聞いたことがあってですね、うん、今回なんか投票率46%だったから結構革新系の票っていうのはなんかがっちりしてるってことを聞いたことあるもんですからだから自民党系に対してはもう不利だったの状況での中あの議席を増やしたっていうのはもうとっても大きなことじゃないかなとは思ってますね、うん、今回、保守系にとってはですねで。今の話を考えていくと、はい この固定された人たちが票を多く取ってたって考えるとこの残った人たちってどういうことかって言ったら本当の沖縄県民純粋な人たちはもうこれ行く必要でないだろうみたいな思ってる人たちこの人たちがよしこの人だったらぜひ入れたいと思うような施策を考えられなかったっていうのが難点ななのかなと思いま,すまた今回コロナの影響でいつもよりちょっとおとなしめな選挙ではあったと思うんですよ。 だから、候補者の方も、やっぱ握手できないとか、名刺をこの人に渡せないっていうのは。相当、なんか、この辺でも、やっぱ握手とかでも、やっぱり相当変わってくると思うんですよ。よ身近に感じるかどうか。だかこの辺ができなかったっていうのは、やっぱ残念だなとは思ってますね。うん、だから、余計、ね、心が離れたっていうのは、おかしいですけども。もそうですね。うん、まあ、行く人も、これで、やっぱり、減ったのも、あるかもしれないですね。やっぱ、握手した人だったら、あ、ぜひとも入れたいなって、思ったりも、やっぱり。 コロナで自粛するのはいいんですけど選挙まで自粛してほしくなかったなみたいなちょっといろいろ沖縄選挙で違法行為をしている方々も多いですのであのそれはいかがなかなと思うところもあるけどもでもそれが、ね、慢性化しているせいで今回の選挙あれ選挙期間だような静かだなみたいな,<ー> <laughs> なんか変な錯覚を起こしている部分もあったので,で、ね、なんか変なところであ 僕も結構やられてるなってそこで思いましたのでそこを正していこうと言ってる人たちが毒されてるのでちょっとやばいなと思ってますので皆さんより一層皆さん気をつけて意識を持っていただきたいなと思いますはいじゃあそろそろお時間になりますので、はい、そうですねもうお時間ではあるんですけど何か一言二言何か言いたいことがあれば、まあ、そうですねですこれやっぱ選挙の件なんですけどやっぱりこの選挙活動をされていた方お疲れさまでした。 ではありますね。やっぱりこの保守系にとってはやっぱ明るい明るい。あの報道でもあると思うので、うん、だ。これからも一応自分たちもあのやっぱもちろん保守系なのでまあ、頑張っていきたいなと思いますね。あのわかりました。ありがとうございます。<あ>はい、じゃ、本日はですね。すそろそろもうお時間となりますので、これで終了させていただきたいと思います。はい、それでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。